404です。今回はこちらです。ガチャガチャをやってきたので開けていきましょう。いきます。せーの、ほっ、パカッと。今回やってきたのはこちら、ダイハツミゼット50分の1、ダイハツミゼットコレクション全6種です。ラインナップを見ていきましょう。まずはこちらから、ミゼット MP 型ノーマル、ライトグリーンと赤白ですね。次がミゼット MP 型ホロ付き、グリーンと白です。そして最後がミゼット MP 型サーフボード、イエロー青白の全6種となっております。うん、かっこいいですね。今回私が当たったのはこちらですね。ちょっと開けていきましょうか。白いな。白ってことはミゼット MP 型ホロ付きの白でございます。では組み立ててみましょう。組み立てるって言ってもただここにはめ込むだけかな。乗せるだけ？こっちか。こうなるのかな。なんかこうカチャッとはめるわけでもない感じですね。突起がついてるわけでもなく、ほんと乗っけるだけっていう感じですね。それではアップで見ていきましょう。こちらが正面です。ここにロゴが入ってるんですけど、なんて書いてあるのか読めませんね。ちょっとね、向かって右側のミラーがグラグラします。左側は動かないですね。サイドがこんな感じになってます。後ろがこんな感じで、逆サイドがこんな感じですね。ホロを取ってみましょうか。ホロを取るとこんな感じになっております。こうですね。上から見るとこんな感じです。あとはちょっとわからないと思うんですけど、ハンドルとかね、サイドブレーキとかシフトレバーとかも作り込んであるんですよ。これが私のカメラの見解かな。こっちから見た方がいいのかな。結構細かく作られてます。タイヤは三輪でちゃんと回りますね。コロ走行ができるようになっています。そしてホロがこちらですね。こんな感じになってまして、ちゃんとねくるくるくるっと巻いて止めてある表現がされております。内部はまあこんな感じですね。これを乗せることができるという仕組みになっております。まあ簡単にこのミゼットのことを紹介してみようかなと思うんですけど、こちらはですね、ダイハツ工業が1957年から1972年まで生産販売していた軽自動車規格の三輪自動車だそうです。ミゼットっていうのは日本語で超小型のものという意味だそうで、うん、確かに小さくて可愛らしい感じはしますね。これね、どっかで見たことありません？色を水色にしたらちょっと思い出せるかもしれないんですけど、これね、隣のトトロに出てきてるんですよ。ほんと冒頭のシーンですね。引っ越しの時に使っていた車がこちらなんです。あとね、クレヨンしんちゃんの大人帝国の逆襲、それにも登場してます。ヒロシが運転してる映像が確か流れたと思います。気になる方はそちらもチェックしてみてください。結構いろんなところに登場してるので、そんなに車好きじゃない人でもどっかで見かけたことはある車だと思います。なのでそういうところを注意して見てみるのも面白いかもしれないですね。はい、カメラ位置を変えてみました。なんかラインナップもいいですよね。このサーフボードの青白なんか欲しいなって思ってるんですけど、
うまいことねピンポイントで出てくれるものではないので、この赤白もいいな。この真っ白よりはちょっと色がついてる方が魅力的かなと思います。まあ何ですかね、もう少し私が車に興味があって知識がもっともっと多かったら魅力的な動画になったと思うんですけど、本当に申し訳ございません。気になった方はぜひ買ってみてください。というわけで今回はダイハツミゼット50分の1ダイハツミゼットコレクション全6種のミゼット MP 型ホロ付き白の紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。